パレスチナのスフィーハスフィーハエスフィーハは小麦粉と肉を用いたパン料理、惣菜パンの一種、エスフィーハなどとも呼ばれる。トルコのラフマジュン生地の上に洋肉と刻み玉ねぎからナルグを乗せたピザのような形でシリア、レバノン、パレスチナ、トルコ、アルメニア、イラクなどで食べられている。アラビア語では肉とパン生地という意味のラフムビーコールアジーンとも呼ばれる。 トルコ語では、アラビア語の本字であるラフマジュンとして知られ、アルメニア語では、ラフマジュン、ラフマジョ、または、ミッサハツと呼ばれる。肉と玉ねぎの他に、トマトが入ることが多く、シリアやレバノンではこれに、ザクロの実や、ザクロのシロップ、松の実が加わることがある。唐辛子、ニンニク、レモン汁、パセリ、ミント、オールスパイス、シナモン。 ヨーグルトが入るスフィー派もよく見られる。パレスチナのベツレヘムでは具にタヒーナが入る。トルコのラフマジュンは南東アナトリア地方の料理として知られるが、トルコ全土で親しまれており、家庭で焼くよりもケバブ店で買うものである。アルメニア人、特にアレッポやガズイアンテプの出身者の中では、ラフマジュンに炭火で焼いたナスや唐辛子、 トマトを乗せてから巻く食べ方が好まれる。イラクのバグダッドで育ったナワール・ナスララーによると、イラクの主要都市で、シリアレバノン風のラハムビコール・アジーンの人気に火がついたのは1970年代に入ってからだという。中東では、型と具材が変わるとスフィー派とは呼ばない。具が同じでもパン生地を三角形に折ってから焼くと、ファターアイルと、胡椒が変わる。 ブラジルのエスフィーハーベルタ。具は、手前から、ひき肉、チーズ、鶏肉エスフィーハフェシャーダ中東のスフィーハがシリアと、レバノンからの移民によって、ブラジルに持ち込まれ、エスフィーハとして、独自の発展を遂げた。今日では牛ひき肉、ほぐした、鶏肉、チーズ、カード、野菜などが具材として用いられ、軽食、ファーストフードとして日常的に販売されている。 ブラジルのエスフィーハは形状によりエスフィーハーベルタとエスフィーハーフェシャーダの2種類に区分されるエスフィーハーベルタは丸く伸ばした生地の上に具材を乗せて焼いたピザ状のエスフィーハであるエスフィーハーフェシャーダは三角形に折ったパンの中に具材を詰めたものでアラビア語でファターアイルと呼ばれる料理と同じ形であるブラジルで中東料理を ファーストフードとして廉価で提供するチェーン店の、ハビービスは、ひき肉、ほうれん草、鶏肉、チーズのエスフィーハアベルタを扱っており、パン生地の代わりにおり、パイ生地を使用したビーブスフィーハーフォリアーだという製品も、ある。ナセルクラシックパレスチニアンキュイジーヌ、156ページ、オザンザサルタン、エスキッチン、44ページ、アルガーザコンプリートブックオブターキッシュクッキング。 二百六十五ページ。ユーベージャン・ザ・キュイジーヌ・オブ・アルメニア。三百一ページ。ナシュララ。デ・ライツ・フロム・ザ・ガーデン・オブ・ウェデン。エクック・ブック＆アンエー・ヒストリー・オブ・ザ・イラキー・キュイジーヌ。八十二ページ。時事。ドット・コム。ブラジル移住百周年。ハビー・ビス公式サイト。この記事は、以下のカテゴリーでも参照できます。ラフマ・ジュンに関するカテゴリー。ありがとうございます。